今回ご紹介するのは主にハイブリッド車で用いられています防音技術についてご紹介していこうと思います。で今回は新型が出た時に新型のステッパーゴンが音が静かになっているのかどうかと、まあ、いうところもおいおい検証していきたいと思っているんですけれども、まあ、それに先駆けまして今回はこちらの RPO のステッパーゴンをまず見ていこうかと思います。見る項目としては防音対策されている場所、防音対策用として使われている材料、まあ、これについて見ていくのと新型ボクシーとの違いの比較の観点でご紹介をしていこうと思います。まず最初にエンジンルーム、エンジンからの放射音を抑えるための防音材ということでボンネットフードに貼られています吸音材になります。でこちらの吸音材なんですけれども、ここに PET って書いてあるんですけれども、こちらはポリエステル製の繊維を使っているものになっていまして、フェルト自体、まあ、これ自体を熱して金型でプレス成形したものになっています。なので少しこう硬くなってるんですけれども、まあ、これを使っています。でこれのメリットっていうのが実はありまして、こういったボンネットフードの下とかになりますと熱を含んだり水を含んだり、あとは熱によってこうボロボロになったりするわけなんですけれども、この材料のメリットというのが強度が高くて耐熱性があって耐水性にも優れていると、まあ、いうことから、まあ、こういったところに使われています。でさらにこの中にも吸音材というのが入っていて、この吸音材自体はフェルトで硬質材になっているわけなんですけれども、まあ、このような形で、まあ、二重構造にすることによってこのエンジンの放射音を車外に出さないような工夫がされているというのがまず一つ、こちらの遮音材になっています。次はこの中のバルクヘッドの部分で、バルクヘッドというのはエンジンと中のキャビンの部分の間を遮る壁なんですけれども、普通のガソリンエンジン、まあ、アイスっていう言い方するんですけど、そちらに関しては壁が仕切られています。その理由というのは、まあ、熱の問題ももちろんありますし、まあ、音の問題というのももちろんあります。ですけど今の電動車に関しては軽さを求めているということもあるので、今バルクヘッドと壁面というものはない車、ホンダの E なんかはバルクヘッドは今バルクヘッドの壁面というものがついていない、買ったりするんですけれども、壁面にも遮音材というものが使われています。それはどういうものかと言いますと、あらかじめ今このように剥がしてあるんですが、ここになります。でこれ自体も遮音材になっていまして、これが二重構造のものになっています。で表面がこれゴムなってて、でこの裏側、ここをね見ていただくと分かるんですけれども、あここですね、見ていただくと分かるんですけど、裏側はこのような形でフェルトになっています。でこういう形で二層構造に、まあ、しているとまあ、いうことになっていて、でこれなぜこのようにしているのかということなんですけれども、この遮音材っていうのは抑える周波数帯っていうのがあります。でちょうどこれは 400Hz 以上という周波数帯の騒音を、まあ、抑えるという役割を果たしているものになっているんですけれども、遮音材を使われるところというのは主に固体電盤音というものと空気電盤音というものがあるんですけども、そのちょうど間のところになります。振動からも音出てきますし、空気の流れによって空気の振動によっても音が出てくるわけなんですけども、その両方を抑えるというのがちょうど 400Hz 以上の、まあ、こういった遮音材になってくるということなんですが、まあ、それを抑えるためにはこの二重構造の表面が、まあ、ゴムで中がフェルトといった、まあ、こういうものを使うことによって中周波数帯領域の音というものを抑えることができるということで、バルクヘッドに使われていると、まあ、いうことになっています。で、まあ、このようにバルクヘッド全てがこういった二重
構造、二重層構造のものではなくて、まあ、ここにフェルトだけがこのように貼られているところももちろんありますし、中のトリムのところの裏の部分なんかはよくフェルトが貼られていたりすると思うんですけれども、固体による振動と空気による振動両方の音を遮るためには、まあ、こういった防音材というものが使われているというものになっています。それからもう一つはこの下よくあるんですけども、ここの部分分かりますでしょうか。でここの部分フロアのちょうど下の部分なんですけれども、ノアボクシーでも貼られていたんですけれども、精神剤というものが貼られています。でこの精神剤というものは何かと言いますと、先ほど固体の振動でも音が出る、それから空気の振動によっても音が出るということをお話ししたんですけれども、この精神剤というのはアスファルト剤ということで硬い材料になっています。でこれを貼り付けることによって、まあ、固体電波音というものが抑えられるということで、 200Hz 以上の音を低減するというために使われています。まあ、これをつけることによって、まあ、下から入ってくる、まあ、ロードノイズであるとか振動成分、低周波、まあ、そういったちょっと耳に入ってくるような音をかき消すことができるということで、まあ、かなり効果があるというものになっています。ステップワゴンの制振剤の範囲に関しては足元もちろん貼られていて、もう一つは座席の下のところ IPU があるところがあるんですけれども、そこのフロアの下のところにも貼られているようです。でノアボクシーはどうかというと、ノアボクシーも基本的には同じでして、まあ、足元それから座席の下回りに精神剤がふんだんに使われているということで同じ仕様になっているようです。でさらにステップワゴンもついてるんですけど、ここ二重層ガラスになっていて、まあ、アコースティックガラスという言い方もすると思うんですけれども、まあ、ここもちゃんとハイブリッドに関してはステップワゴンでも採用されています。それからこちらの窓ガラス、フロントガラスじゃなくて窓ガラス、左右にも二重層ガラスというものがステップワゴンのハイブリッドには採用されているということなので、まあ、新型にも当然採用はされてくるであろうと思います。で、ノアボクシーでこのプロテクターをご紹介したんですけど、実はもう5年前のステップワゴンもこのような形でフェンダーアーチ、フェンダーのこの開口部のところなんですけど、プロテクターがちゃんとついています。この辺さすがだなと思ったんですけど、タイヤのロードノイズ、まあ、低周波、となる振動成分というものを車内に入れないようにしっかりとここは密封はしてある、ステップワゴンでもしっかりしてあると、まあ、いうことになりますので、こういったところなんかはやっぱり抜かりがないような形で作られているいたりします。で続きましてフロントのフェンダーアーチなんですけど、ノアボクシーに関しては吸音材というものがついていました。吸音材というものは 何なのかというお話なんですけど、先ほどモンネットフードでもご紹介した通りで、プロピレンやポリエステルの繊維の合成フェルト、それを熱して金型でプレス成形したものがついているようなんですけれども、まあ、それが吸音材と、まあ、言われているものです。でノアボクシーがついているんですけど、ステップワゴンハイブリッドに関してはそれがついていません。まあ、普通のプロテクターになっている、こちらも普通のプロテクターになっていて、でついているとしたら、まあ、ここの部分、これアンダーコートなんですけど、まあ、アンダーコート自体も実は吸音材としての効果を担ってるんではないかなって私自身考えるんですけれども、そもそも吸音材っていうのは先ほどの、音の話じゃないんですが、固体電波音と空気電波音っていうのがあるんですけど、空気電波音を低減させるものを吸音材と言われているもので、要するに雨が降ってきた時の水弾きの音、もう一つは泥をかき上げる時のこの当たった時の音、まあ、そういったものを低減したりするためのものだったりするらしいです。吸音材っていうのは、まあ、フェルトやグラスウール、ウレタンとか、まあ、多孔質材でできたものになっていて、でかつ空気を透過させる防音材と、まあ、いうものになっているようなんですけれども、まあ、そういった繊維材が使われているんですけれども、まあ、このステップワゴンにはそれがついていない。まあ、ノアボクシーにはそれがついているんですけど、まあ、その辺が少し
異なるところ、まあノアボシーの方が少しこう音が静かに聞こえるっていうのは、まあここのホイールアーチの部分の吸音材による違いっていうのがちょっとあるのかもしれないです。でリア側が一番よく分かりやすくて、リアがこれ吸音材がステッパーゴンハイブリッドにはついています。こういった繊維材なんですけど、すごく柔らかいです。で水も含みやすいんですけども、まあ、乾きやすくもなっているといったものになっています。なんかこういうものが泥を弾いたり、泥が飛んできたりとか、水しびきを上げたりとか、まあそういった音を車内にこう入れないようにする、外部からの音を入れないようにするための目的で使われているものだということになるようです。この吸音材というのもやっぱ周波数帯の時では結構高くて、だいたい 1000Hz から 1kHz までになってくるので、まあ、一番空気伝播音をできるだけ車内に入れないようにするための、まあ、インシュレーターになっていると、まあ、いうことになっています。だからロードノイズそのものに関しては、やはりこのホイールアーチのインシュレーターではなくて、フロアの制振材というものが大きく効いているのではないかなと思います。で今度後ろなんですけど、制振材と言われてたもの、よくこういった後ろの、これは今、ラゲッジの部分になるんですけど、ラゲッジの下のフロアの部分、まあ、この辺なんかは結構低周波が、子守音が出てくるわけなんですけど、その子守音を抑えるためにこういった制振材というものが主に使われています。これはもうノアボクシーでもついてますし、もちろんステッパーゴンでもついている、他の車でももちろんついているものになっています。まあアスファルト製のシートということで、もう剥がせない、もうカチカチになっているものになっているわけなんですけど、まあこういったカチカチになっているものをつけることによって、固体電波音というものを抑えると、まあ低周波を抑える、振動をできるだけこう抑えてあげるということです。まあそうすることによって、まあ大体 200Hz から大体 1000Hz ぐらいの、まあ一番低い周波数帯領域に関、騒音の低い、一番低い周波数帯領域の音を、まあ、遮断してくれると、まあ、いうためのものになっています。でさらに、まあ、この下見ていただくと、このような形で吸音材というものもついていると、まあ、いうことになっています。ルーフに関してはどうかというと、まあ、反響音というのが今度効いてきたりとか、まあ、風切り音とか、まあ、そういったものですね、空気伝播音になってくるので、周波数帯的には 1000Hz 以上の騒音になってくるかと思うんですけど、そういった場所なんかには、まあ、吸音材使ってたりするケースもあったりするんですが、ルーフライニングの裏側なんですけれども、こちらの素材はおそらくはウレタンが使われているんじゃないかなと思われるんですけれども、吸音効果を出していて反響音というのも低減させているっていうことはあると思います。最後に2列目のフロアなんですけれども、ステッパーゴンも2列目それから3列目の足元付近にもしっかりと制振材というのが貼られているようです。まあ、実際今ひっぺ返して見てるんですけれども、ひっぺ返して見ただけではちょっとわからなかったんですけれども、資料を見る限りでは制振材がしっかりと貼られているということで、まあ、新型のノアボクシーも2列目のフロアに制振材を採用されていたということで、まあ、ステッパーゴンと同じような仕様になっていることが今回分かりました。はい、ってことで、まあ、来週ステッパーゴン新しく出てきます。で、まあ、反射にその発売日に並んでくるかどうかはちょっとまだ定かではないんですけれども、この RP5 を見ましたんで、この RP5 をベースとして新型の RP6、RP8 のステッパーゴンがさらに静粛性を果たしてきているのか、かつノアボクシーと比較して静粛性に違いがあるのかどうかというところを今後検証していきたいと思っております。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っております。最近では車の装備とこういったガジェット系の用品等のレビュー等も行ってますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。